はい、どうも、ちびしきです。今回ですね、ドラゴンゲートの 8.7 後楽園ホール大会試合結果答え合わせということで、そちらの方をやっていこうかなと思いますね。はい、まず早速第1試合、ハルク、マリア、マーティー、カービン、ジミー対、モチズキ、シーサー、アライ、問題というとなっております。まあ、それでは12分21秒、ハルクがファーストフラッシュで、問題流から取ると予想したんですが、結果11分11秒、マリアが狙い撃ちで、問題というから取りましたね。まあ、マリア、ね、自分自身で覚醒したというふうに言ってましたので、まあ、もしかしたらブレイブゲート挑戦っていうのもあり得てくるんじゃないかなと思いますね。まあ、まだそちらの方は特には決まってないんで、わからないんですけどね。はい。そして続いてが第2試合、ストロングマシン軍団対ヤシー、パンチ、ヤマト。まあ、それでは8分2秒、J がマシン風車固めでパンチから取ると、予想したんですが、結果10分9秒で J がマシン風車固めでパンチから取りましたね。これで23連勝ですかね。デビューから未だ無敗と。恐ろしいことになっております。ストロングマシン軍団ね。まあ次の挑戦者は、まあもう決まってはいるんですけどね。それにも勝てるかどうかっていうのがね、ちょっと大事なところですね。はい。そして続いてが第3試合、奥田彪対吉岡美浦。望月道場での、同門対決となっております。まあ、それでは9分41秒、吉岡がフロッグスプラッシュで、ヒョウから取ると予想したんですが、結果11分22秒、ヒョウがパンサークラッチで吉岡から取ったと、いうことですね。まあ、ヒョウと奥田のこの関係性、ね、まあ、誤爆、お互いに1回ずつ、ね、この試合でもしてましたけれども、まあ、最終的にはちゃんと、まあ、連携ではないですけど、しっかりとね、分断もして、最後ヒョウが勝ったっていう、感じですね。なんでまあどうなんですかね。がっつり仲が悪いっていうわけでもないんですけど、今後は仲悪くなっていくのか、それともまあ仲いい感じになるのかっていうのがちょっとまだあやふやなこの二人の関係性って感じですね。そしてヒョウが試合後にマイクを持ちまして、あの神戸ワールドかなで、第2試合の方でね、6人タックスリーウェイが行われたんですが、その時に、ヒョウ、吉岡、美浦、この3人で出たんですけど、まあ、勝利したわけですよね。で、そのことを言いまして、この3人、さっき言った、ヒョウ、吉岡、美浦で、トライアングルゲートに挑戦させろと、いうことを言いまして、まあ、挑戦が決定となりましたね。まあ、J が対してヒョウは、正直ジェラシーがあると。ね、後輩ですし、もうあまりにもスピードの、圧倒的スピードでの出世、押している J に対してはもう嫉妬しかないと。なので必ず叩き潰すという風なことを言ってましたね。なのでこのトライアングルゲート戦がですね、大田区の方で決定しましたね。初防衛戦にこの若手3人っていう、J 対若手3人みたいな構図になってくるんじゃないかなと思いますね。はい、そして続いてが第4試合、キッドリー、石田対吉田、カズマ、ディアマンテと、なっております。まあ、それでは14分48秒、吉田がパイナップルボンバーでリーから取ると予想したんですが、結果10分44秒、ディアマンテが DD でリーから取りましたね。ディアマンテ、まあ、ドラゴンゲートの中ではまあ確実にでかい方になってきますよね。まあ、それで言ったら吉田とカズマもでかい方なので、もうすごいでかい3人対、ね、マキシマムの、まあ、どちらかというと小柄な方というかね。まあ、石田はまあ、普通、ドラゴンゲートでは普通ぐらいなのかな。だと思うんですが、まあ、ね、大小分かれる戦いになってたなっていう感じがしましたね。で、ディアマンテはもう、パワーもあり、で、なかなかスピーディーな動きもできるっていうね、選手ですね。はい、なんでまあ、今後の、ね、ディアマンテの行動にはすごい注目していきたいなと思いますね。そして続いてが第5試合、KG 進む堀口対瑛太清水神田。まあ、それでは15分43秒、堀口がバックスライドでエータから取ると予想したんですが、結果12分14秒、堀口がバックスライドで清水から取りましたね。なので、堀口、もう絶好調に次ぐ絶好調での勝利。ね。で、その後に、堀口、そして KG で、エータ清水の持つツインゲートに挑戦することが決定しましたね。こちらも大田区での決定となりました。で、大田区でツインゲートなんですが、通常のツインゲート戦ではなく、ノー DQ マッチ、反則最低なしの戦いになるということなので、まあ、乱入だったりとか狂気攻撃っていうのも全然ありになってくるっていう感じですね。で、エータがですね、まあ、ツイッターとかいろんなところでね、そのキングオブゲート優勝した時に発表することがあるというふうに言ってたんですけれども、
表すると思いきや、なんとここは引っ張ってきましたね。後楽園では発表しないよということを言ってましたね。なんで一体何なのか。まあ、エータのまあヒントは、ドラゴンゲートの歴史がひっくり返るぞというようなことを言ってたんですけど、これはとんでもないことですよね。そこまで引っ張るということは。なんでそれはね、すごい楽しみやなと思いつつ、未だに何も見当がつかないんで、一体何のことなのか。これはちょっと面白く今後なってくるかもしれないですよね。はい。そして続いてが第6試合、ウルティモードドラゴン、吉野、土井対最良クネス、影虎。まあ、それでは16分5秒、土井がバカタレスライディングキックで影虎から取ると予想したんですが、結果は15分19秒、ウルティモードドラゴンがラ・マヒストラルで影虎から取ったということですね。まあもう、ウルティモードドラゴンの圧倒的覇気っていうかね、まあもう本当に別格っていう感じがしますよね。ウルティモドラゴンに関してはね。そしてまあ継続参戦、大田区も出ますし、なんとこれね、9.1 仙台。こちらもビッグマッチなんですが、こちらの仙台でウルティモドラゴン参戦することが決定していると。しかも対戦カードも発表されましたね。まあ対戦カードは、まあヤマト、カイ、カゲトラ、ハルク、対、ウルティモドラゴン。で、まあキッド。そして、新崎人生に、ザ・グレート・サスケ、かなの、8人タッグマッチとなっております。超豪華ですよね。っていう対戦カードも、超豪華対戦カードですよね。この8人タッグマッチ。早くも仙台が楽しみになってきましたけどね。まあまあ、その前にオタクなんですけど。はい。で、これ一個ね、なんか謎みたいなことがあったのが、試合終わった後に、RED の面々らが、リングサイドまで来るんですよね。で、特に別にマイク持つとか何もしないんですよ。ただただリングサイドに来て、なんか拍手、エータがね、して、で、去っていったんですよね。これ一体どういうことやと。ねえ、さっき言ったドラゴンゲートの歴史がひっくり返るに関する行動やとは思うんですが、ウルティモドラゴン絡みなのかな？その辺がちょっとどうなのか。一体エータは何をもってね、試合終わりに、現れたのかっていうのがちょっと本当に不気味でしたね。まあまだまだわからないんで、まあ、もしかしたら大田区あたりで、まあ、発表っていうこともあり得てくるんじゃないかなと思います。はい、そして続いてが第7試合。ヤマト海対弁慶一瞬。まあメインイベントですね。タッグマッチです。予想では15分40秒、ヤマトがフランケンシュタイナーで弁慶から取ると予想したんですが、結果は19分55秒、ヤマトがラグナロクでシュンから取りましたね。久々のラグナロクっていう感じとともに、ヤマトがまあ久々の弁慶とね、もうバチバチムードでしたね。そして、ヤマトがマイクを持ちまして、まあ簡単に言うと、まあ、弁慶の持つドリームゲートに挑戦表明と。で、まあ、大田区の方で決定しましたね。弁慶対ヤマト。新世代王者対、まあ、現世代の挑戦者っていう構図にとうとうなってきましたんで、この二人の戦いすごい、もう楽しみって、もうめちゃめちゃ楽しみなんですけどね。まさか初防衛戦でいきなりヤマトが出てくるのはちょっと僕、驚きましたけどね。それに関してはね。はい。なんでまあ、弁慶はヤマト相手に初防衛できるのかどうかっていうのはね、これのいきなり鬼門の大和戦ですよね。で、大田区の方はね、もう残り2週間弱ぐらいかな、ぐらいになってきているので、今後対戦カードどんどんね、発表されると思います。まあ、ブレイブゲートもまだ発表されてませんし、ウルティモドラゴン関係に関する対戦カードもね、発表されていないので、こちらはちょっとね、誰が挑戦してくるのかっていうのもすごい楽しみやなと思いますね。はい、ということで今回はこの辺で終わります。チャンネル登録をよろしくお願いします。あとリクエストコメントとか、他にもこちらの後楽園ホールに関するコメント、まあ、特にね、エータの例の件ですよね、に関するコメント何かあったらよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で終わります。